単振動の問題です。ちょっとおさらいしましょうね。単振動というのは中心があって、例えば右へ行ったり戻って左へ行ったり戻ったりっていう運動なんですが、真ん中通過が一番速いのね。両端で一旦ストップ、一旦ストップ、真ん中が一番速く通過するというのと、真ん中が一番加速が小さいのね。両端で加速が一番大きいの。その両端の加速は常に中心を向いてるわけね。最大の加速度は中心を向いてるわけで、途中の加速度はっていうと、X に比例する大きさの加速度が途中で生じてるわけで、向きは右へ、中心から右へ変異すれば左向きの加速度、中心から左へ変異すれば右向きの加速度が、大きさは変異に比例した大きさで働いている運動、これ単振動なんですね。解き方は、通常は中心を求めます。ここで物体を離せば止まり続けるという場所、釣り合いの位置、力が釣り合っている場所が中心で、右側プラスにしますね。プラスの X、 中心から X の位置で物体について運動方程式を作るわけです。そうすると質量 M とすると、こんな形になるのは単振動ですね。加速 A イコールにしてみましょうか。これね、 M と K は定数です。質量と、例えばバネ定数だったら K ね、バネじゃない場合もあるけども、これ定数が来るわけね。で、A の大きさは X に比例するわけ。 X が2倍になったら A も2倍、3倍になったら3倍と、 X の向きと逆向き、 A は X の向きと逆向き、これが単振動を表す式なの。で、ここがオメガ事乗になるわけね。というのが単振動の解き方ですが、今日は中心を求めずに、中心を求めずに、ある場所、ある場所ね、ここから X の位置で運動方程式を作って単振動であることを証明せよ、あるいは周期や、各振動数を求めなさい、振幅を求めなさい、そういう問題の場合の解き方です。中心から X ではなくて、中心から X ではなくて、ある場所から X で運動方程式を立てる。そうするとね、どうなるかというと、こんな式ができるんです。ね、中心が求まっていない場合は、こんな式ができるの。つまり、X に X0 を入れると、定数×マイナス×定数×ここは0になりますね。X が X0 の時、右辺が0になりますよね。加速度0になりますよね。加速度0っていうのは中心の位置なんですよ。だからこんな式ができたら中心も分かっちゃう、ね、で、中心が分かって、その前についてる定数 K は、これは中心が分かれば定数の部分は、これはオメガの事乗に変わりがありませんから、核振動数が分かって周期が分かる、ね、あるいは、最大の速度とか最大の加速度も分かるということになります。この練習、中心から X の位置で運動方程式を作るんではなくて、ある場所から、中心じゃない、ある場所から X プラス X で運動方程式を作って単振動を解いていこうという練習をします。はい、こんな問題です。東北大学のかつての入試問題を題材にしていますが、円盤があって円盤が回転してるんです。で、真ん中に溝が切ってある。そこに中心にバネを固定して、バネの先端にラージ M の質量の物体を置きました。で、回転させながらこの物体を伸ばしたり縮めたり、どこまで伸ばして手を離して単振動させるわけで、この周期を求めましょうという問題です。これを解いていくんですね。で、もうちょっと最初の単振動のスタートの地点が、東北大の場合はこの上に
さらに物体 B を置いて、質量 M の物体 B を置いて、ある核心動数で回転させたら、上の物体が滑って遠心力で飛んでいっちゃった。で、上の物体の支えがなくなるんで、ビョン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 内へ縮んでいって、また外へ行って、内へ縮んで外へ伸びてっていう単振動のスタートが始まりますという設定です。まず1番はどういう核振動数の時に、物体が滑り始めるか、親亀の上の子亀が滑り始めるか、そこがこの親亀の単振動のスタートなんですが、それを解いていきましょう。はい、自然長が L0 のバネ、バネ定数 K ですのバネがあって、そのバネに質量ラージ M の物体 A をつなぎます。物体 A の上に物体 B を乗せます。この間には摩擦があります。で、地面とかこの溝の側面には摩擦がありませんという状態ね。で、あるオメガで回転した時にこの上の物体は A に対して滑り始めた。で、その時のバネの伸びはいくらでしょう。これ1番です。この S を求めます。いいですか。これ見るのはね、地面から回転しながら見るっていうのは難しいですから、どうしてもこの上に乗っかってみるわけね。当然乗っかってみるわけね。だから、慣性力を働かして、この人は、円運動している加速人ですから、慣性力を働かした、式を作ります。台の上に立ってみると、 A も B も止まってるわけ、目の前にあるから止まってる釣り合いの式を作るわけね。 A についての式を作りましょう。 A が受ける力は、重力と垂直抗力無視します。 A が受ける力はバネが引っ張る力、バネがついてますからね。バネは自然長から S 伸びてるわけだから、これでいいわけね。それから、外向きに遠心力を受けてます。これが MR オメガ乗、 R が L0 プラス S になります。ね、で、B の方は A に滑るなよ滑るなよっていう左向きの摩擦力を働かしてるわけね。だから A は B から右向きの摩擦力を受けてるわけ。反作用ね。これが B が A の上を滑り始めるだから、これが F マックスになるわけね。μmg になるわけ。これで A はこの人から見ると止まってる、釣り合ってるから、ゆえに Ks イコールという釣り合いの式ができます。 B について、 B もこの人から見たら止まってるから釣り合いの式を作りましょう。 B は A から滑るなよという左向きの F マックスを受けています。ギリギリ止まっていますからね。 A に対して B はギリギリ止まっていますから。で、遠心力を受けています。この質量スモール M、 こちらスモール M とすると MR オメガ、R は一緒ね。これが釣り合っているゆえにこうなります。この2つの式から S が求まります。だからオメガ事情を消す作業になります。オメガ事情を消す作業をします。はい、物体 B が滑り始めるバネの伸びのところはこんな値になりました。こっから B が滑っていっちゃうわけね。 A は B からお前もこっちへ来いという μmg を受けていたわけ、ね、で、この B が飛んでいきました。滑り始めてなくなりました。そうするとμmg がなくなるわけ。
だからこれなくなった分だけ元に戻ろうとしますよね。ここから単振動がスタートするの。これが一番右端の状態、最大振幅右端に行ったここからスタートします。でどっか中心にして縮んで、どっか中心にしてここに戻ってっていう単振動をするわけ。その単振動の、周期を求めましょうか、あるいは中心の速度を求めましょうかっていう問題ね。こっから単振動がスタートします。いいですか。じゃあどんな単振動をするかを今から求めてみましょう。はい、今分かったのは、自然長 L0 で、そこから S 伸びた場所が最大振幅、右端、ね、物体 A の。で、戻って、戻って、こういう運動をするわけね。中心求まっていませんもんだね。で、問題はですね、ここから、ね、に物体がある時の、運動方程式を作って、この単振動を解けっていう問題なんですよ。この壁からバネが固定されている場所から x の位置で運動方程式を作って、この単振動の全貌を明らかにしなさいという問題なんです。中心より右側プラス側にある場合を想定して、ここで加速度を a とします。ね、バネがついていますよ。で、この物体について運動方程式を作ります。どんな力を受けてるかっていうと、いけますか ?x-L0 ですね。バネの力。それから、遠心力は、こうですね。MR オメガ事情だから、加速度 A とすると運動方程式はとなりますね。X が2箇所にありますから、整理しましょう。はい、こんな式になりました。 MA イコールマイナス KX じゃないんですね。これがついてますね、なんかね。これを強引に先ほど書いた定数、マイナス定数かける、これ中心、x0 が中心が x についてる、この形に強引にまとめ上げるわけ。いきますよ。はい、強引にまとめ上げました。これ定数なんですね。バネ定数も物体の質量も各速度も一定ですよね。ここ定数になるわけね。定数。で、x 引くここ。これが中心座標なんですよ。x にこの値を入れたら括弧の中が0になりますね。ということは加速度が0になります。質量ありますからね、加速度は0になりますね。加速度0の場所は中心なんですよ。だから x にこの値を入れたら加速度0になるということは、この値 x イコール k マイナス m オメガ事乗分の kl 事乗がこの値、中心の値、この値になるわけ、ね、中心がこうで、一番右端がこうでという単振動。ここから K 分の μM プラス MG プラス MG、 こっちへ行った場所、こっちへ行った場所、 A 伸びて A 縮いて、ラージ A 伸びてラージ A 縮んでっていう単振動をする。中心はここなわけね。さあ、ここいけましたね。ここが定数なわけだから、ラージ M 分のラージ K のルートがオメガなの。オメガはちょっとややこしいんで、これは回転させる、この円盤の回転させる角速度がオメガね。こう単振動のオメガは、オメガダッシュにしましょうか。オメガダッシュはルートこうですから、こうなんですね。これが、
単振動のオメガになります。ゆえに周期は 2π、オメガ分の 2π ですから、という単振動になります。いけました。中心が、中心最初に求めてなくても、ある場所を基準に中心よりもプラス側 x の位置で運動方程式を作ることによって、こんな風にまとめられる。定数マイナス定数かける x-x0 とまとめられたら、中心が求まって、これね、 m 分の k がオメガ二乗である単振動であることが分かります。はい、頑張ってください。